髪型いいね。そう、今日やってもらったんですよ、髪。でもね、めちゃくちゃもう何時間も前なので取れちゃいました。取れちゃいました。服はね、結構前に買ったんですけど、前のオンラインでも着たんですけど、たまたまアイコジと色違いだった服。アイコジはこれのピンクなんですよ。であと別の服もユラがそのピンクを持ってて、アイコジが水色を持ってて、だから2着お揃いがあるんですよ。2着あります。職場で毎日のように始まりの音流れますよ。嬉しすぎ。嬉しい。ユラは未だに遭遇できません。今日はいとこのお家です。いとこのお家ナウ。ふっかねなそうさん、ひらりんはっとさん、ダンプティハンプティさん、ありがとうございます。ギフト。ヘアアレンジはメイクさんにやってもらったんですよ。ちょっと羊っぽい感じのやつです。羊っぽい感じのやつ。CD 会社の人に配ったら聴いてくれたみたいで、いい曲ってみんな言ってくれた。嬉しい嬉しい。そうやって広めてくださるのはめちゃくちゃ嬉しいです。今日イオンモールのフードコート、今日イオンモールのフードコートビジョンで始まりの歌の宣伝用 MV。 嘘。イオンモール、どこのイオンモールですか。ちょっとレッドブルを飲みたいと思います。喉が渇いたのでレッドブル。ホリエモンさん、インナミさん、ゆめのちゃん、ありがとう。ギフトありがとう。はじまりの歌ラジオでよくかかってるよ。いや本当にみんなが羨ましいんだけど、そんなに遭遇して。見て、最近ポーチにこの STU のチャームをつけてます。すぐゆらのってわかります。このポーチね、リンコとお揃いなんですよ。だからね、そう嬉しいんです。たまたまお揃い。その花柄衣装ほんとかわいいね。かわいいよね。キーホルダーもかわいい。茨城県のイオンモール、すごい。始まりの歌とそのカップリング曲、カップリングの365日の紙飛行機はめちゃくちゃ聴いてます。ありがとう。そう、リンコとおそろい。最近、今までリンコちゃんって呼んでたけどね、リンコって呼んでるの。やっぱなんか最初の頃はみんなのことをちゃん付けで呼ぶけど、なんかだんだんそうなっていくんだよね、多分。そんな感じなんだよね、多分。花柄衣装ツアーで見れるかなって。見れるかな、どうかな。
なんかベタベタした。今何ティッシュで拭いとこう。なんかベタベタした、やだ。はい、わ、ここだ。え、なんかこぼれてる。何、え、なんかこぼれてる、やだ。なんかこぼれてる下に。めっちゃ手拭くやん。ほい、りんこちゃんとおそれのポーチはこんなやつ。ここに花がついております。かわいいです、とても。今ちょっと声が聞こえたのでラララララって歌いました。土曜日楽しみにしております。土曜日楽しみ。てか今週なんかいっぱいありますよね。恋恋の矢野さんのポニーテールぐるぐるが可愛かったです。そうくるくるした、くる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 。お話会よろしく。ちょうちゃんさん、マスピョンさん、ギフトありがとう。眠いよ。今日も移動中に寝そうだったけど、あと4分で着くっていう感じだったから我慢しました。やばい、眠いです、眠い。公式さんのね、インスタグラム。やばい、眠いみんな、パーパーパー
まさぴょんさん、レインボーの星いっぱいありがとうございます。髪の毛は今日メイクさんにやってもらいました。今日すごい、今は足してるんですけど、めっちゃナチュラルメイクだったんですよ今日。でめっちゃナチュラルメイクで、だからなのかマネージャーさんにめっちゃ今日すごいバブみが強いねって言われて、マネージャーさんにですよ、マネージャーさんにね言われて、しかも2人ぐらいマネージャーさんに言われた、今日バブみが強いねって言われて、マネージャーさんにだよ、先輩とかじゃなくてマネージャーさんに。なんか先輩はよくなんかウケちゃんバムミとかめっちゃ言ってくださるんですけど、マネージャーさんに言われた。マネージャーさんに言われたからびっくりした。昨日ね、矢作さんのね、なんか急に暗くなった、止めちゃった。矢作さんのライブ見てね、ここからずっと曲が頭から離れなくて、めっちゃ流れてる今も頭の中で流れておる。疲れた、眠たいよ。これ持ったらどうなる。シナモン、シナモンモン、シナモンモン、シナモンモンだよ。インナミさん、中洲市の旦那さん、ギフトありがとうございます。ゆらがね、最近好きなのは、最近ちょっと気になってる子がいて、サンリオキャラクターでグッズ見に行ったんですけど、あんまり売ってなくて、ちょっと気になってる子がいるんですけど、そう、ちょっと気になってる子がいます。誰でしょう、あ、どの子でしょう、どの子のサンリオでしょうか。ん？どの子のサンリオ？なんて言ったらいい？どのサンリオキャラクターでしょうか。じゃあみんなに質問してみます。じゃあ書きますね。ちょっとここにあるので、紙が、いとこの紙があるので書きたいと思います。クイズ。ゆらは、ゆらが最近ハマってるサンリオキャラクター、1、で
やばい、出ないこれ。1キティちゃん、2、え待って出ない、出ない、変ないんかな、なさそうやな、頑張って書くか、無理だ無理だ無理だ、ペンがない、うーん、熱っ、充電器が熱かった、あった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 けど、じゃあ書きますね、じゃあ1キティちゃん、2マイメロちゃん、3クロミちゃん、4ポムポムプリンちゃん、5ポチェコちゃん、6シナモンモンシナモンモン、7ハンギョドン、8キキララ、9ピアノちゃん、はい、2期生ツアー7月31日岡山のひとちゃんパフォーマンス初めて見るから好きだった、待ってます、さて見える、これ1、まあ1キティちゃん、2マヤメロちゃん、3クロミちゃん、4ポンポンプリンちゃん、5ポジャコちゃん、6位シナモンちゃん、7位ハンギョドンちゃん、え間違えた、8キキララちゃん、9ピアノちゃん、ピアノはね、なんかマヤメロとかとたまに一緒にいる子かわいいよ、羊みたいな。じゃあ皆さん当ててください、投票したいと思います、何個まであるの、9、多い、投票開始、ゆらが好きなキャラクターどの子でしょうか、1キティちゃん、2マヤメロちゃん、3クロミちゃん、4ポンポンプリンちゃん、5ポチャコちゃん、6位シナモンちゃん、7位、7位じゃない、7位とかじゃない、7ハンギョドンちゃん、8キキララちゃん、9ピアノちゃん何位って言ったらランキングになっちゃうやん、さて皆様どの子でしょうが、当ててください、
ヒント、かわいい、全部になっちゃいますね。ヒントはかわいい。さて、そろそろ投票を締め切りたいと思います。投票終了。はい、ということで一番多かったのは、お、ポムポムプリン1、次がクロミ、次がポチャッコ、次がハンギョドン、次がマイメロ、次がシナモン、次がピアノ、次がキキララ、次がキティ。キティが一番少ないの意外。はい、ということで正解は、じゃ正解書くね。正解はドゥルルルルルルルッ、ポチャッコ、ポチャッコでした、ポチャッコでした。ポチャッコ、これは3番目に多かったです。結構勘が良い方が多いということで、ポチャッコでした。ちゃちゃちゃん、ふふふ、おちゃんこです。かわいいでしょ、ヒントかわいいって言ったからね。私はポチャッコが好き。でもグッズとかがあんまり売ってなくて買いたいんだけどないんです。いっぱい調べてみてたり、サンリオショップに行ったりしてるんだけど、正解はポチャッコでした、でした、でした。お腹が空いた。ということで晩ご飯を食べに行こうかな。食べに行こうかなって言ってもお家で食べるんですが、ここは、ここの家は2階なんです。今ここ2階にいるんですけど、1階でご飯を食べるので、ちょっとここはいとこの家なんですけれども、なんかユラの家めっちゃ変わってて、なんか普通1階で、1階がリビングで2階が自分の部屋だと思うんですけど、ユラの家逆なんですよ。1階が自分の部屋で2階がリビングなんですよ。だからちょっと自分の部屋行くの怖かった、怖かったっていうか怖い。昔は怖かった、今別に大丈夫。何時頃食べるの？配信終わったらもう下に降りてご飯食べる。
そう、2階リビングめっちゃなんか変わってるよね。しかもなんか妹の部屋とこうなんかドア、なんかスライドのドアを開けたら妹との部屋とつながるようになってて、それがすごい嫌だ嫌だ、めっちゃ嫌だ。ゆらの部屋なんかスライドのドア開けたら妹の部屋とつながってなんか一つの部屋になるようになってるの嫌なんですなんでそれにしたんだろうって感じ。そう、独立が良かったんです。あーあー、ということでマジでお腹が空いたので食べたいと思います。何かな今日のご飯は、楽しみということで終わりたいと思います。ランキングを読みます。13位ゆめのちゃん、12位中立の旦那さん、11位松田さん、11位てっちゃんさん、違う、13位ゆめのちゃん、12位中立の旦那さん、11位松田さん、10位てっちゃんさん、9位西石のピンポンさん、8位むっちゃんさん、7位ともひろさん、6位赤いマフラーさん、5位もひかないなそうさん、4位しまじろうさん、3位ホリエモンさん、2位いなみさん、そして1位はドゥルルルルルルトゥン、まさぴょんさん、ありがとうございます。いけいけゴーゴー、いけゴーゴー、今日もまさぴょんさんはいけてるよ、ありがとう。ということで終わります。ありがとうございました。では夜ご飯を食べていきたいと思います。バイバーイ。